はい、じゃあ、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 はい、初期払い的に、はい、初期払いじゃ飲んじゃうな、まあ、間違いない、あ、喉乾いてたね、最高、待たしたね、俺がね、本当だよ、どうもすいません、最初声でけえな、お前ここマジで、でもあれでしょ、ちょっと楽しみでしょ、はい、じゃあ今回のゲストは来てんの、来て呼んじゃってますよ、緊張する、しかもこのおじさんの中に、うん、え、男じゃないの、女性、どっちでしょう、女性っぽい感じの、女性しか呼ばないよ、ね、いや、そうだよね、はい、おいで水木プロと、並木ちゃんです、はい、よろしくお願いします、ようこそ、お忙しい中、本当にありがとうございます。乾杯する？じゃあ、始めまして。はい。はい。はい。じゃあ、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はじめまして。はじめまして。いやいや。いやいや。唯一私は岡本さんが知ってる。知ったんです。あ、知りました。ごめんなさい。いやいやいや、損した感じで言わないと。なんで知っちゃったんだろうみたいな。何それ。いいじゃん。ちゃんとやってたでしょ、はい、もうさすがでした。え、何であのセガサミンさん の,、うん、あの会場で、うん、最後アフタープラマーみたいなのがあったんですよ、うん、でその時にいらっしゃって、うん、一緒にグリーン読んでくださったり、うん、もう全てマネージメントやってくださった、マネージメント矢印ね、はい、あでもそれ以外にも読んでくださったじゃないですか、まあいろいろね、パー3だったらこういうの打った方がいいよとか、あここのコースはこうだからとかって言って全部やってくださいました、てくれたの、はい、マジでめちゃくちゃ豪華、ガチャガチャしてんだ、褒められたら緊張しなく普段褒められないから褒められ方わかんないもんな、うん、あじゃあもう資料だけ知ってると、はい私は、うん、であじゃあまずな呼び方だよね、まずあ、なみきちゃんで何でも、はい、なみきちゃんあ、なみきかなみきちゃんって言われてます、なみきか、うん、きちゃんどうしたらいいね、ちっちゃいと難しいですからね、ちっちゃいの場所が分かんない、で白が呼べるんだったら俺らも呼べるから、どうしたなみきちゃんじゃん、なみきちゃんなみきちゃん、最初からなみきちゃんだった、来やすくてすみません、いえいえ、ありがとうございます、ねえ、お前失敗したね、なんでですか、みずきちゃんはなんていうの、何はみーちゃん、私はみーちゃん多いですね、みーちゃん、じゃあいみーちゃん、みずき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 です、みずき、はい、つにてんてんです、みずき、はい、ちなみに、あ、たまにいます、ちょっと待って、なんでなみっき、なみっきちゃんはなみっきちゃんでたまにいます、みずきの、みずきの人たまにいますね、あ、そうズッキーニだよね、ズッキーニ、魔法のズッキーニ、いやいや、ほぼじゃない、ズッキーニだよね、ちぎいから、え、じゃあじゃあ、みーちゃん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 、はい、みーちゃん、みーちゃん、みーちゃん、もう分かんなくなるから、もう小田ちゃん混乱するから、小田ちゃん直ってないからね、じゃあ我々の呼びの模様ってある、あーそう、確かに、なんてお呼びしたらいいですか、4人のがおぶられるかな、みーちゃん、なみきちゃん、メガネちゃん、ゴキブリちゃん、何その名前、ゴキ、ゴキなんか色が、色と色、あと色皆さん同じじゃない、まあ確かに黒いね、コッキーじゃん、ちゃんと呼んでんじゃん、ちゃんと呼んでんじゃん、違う、待って、なんでって言いながらコッキーちゃん、小田という、はい、男子プロは見て、女子プロは今年はコッキー勝者、うん、小田ちゃん、小田ちゃん、小田ちゃんって呼びづらいの、小田さん、現地の岡本です、はい、今年は、まあ、セミカワプロ、この間たまたま前田幸四郎プロ、はい、女子は木村彩子プロ、うん、モモちゃん、大里モモちゃん、うんうん、あと、あ、そっか、細かくなってる、やったらこう出てるし、そうそう、多分すっごい大事なことだよね、けど結構みんな言ってるから、細川和彦とか、おー、シニアの、そうそう、シニアの、もともと細川さんとかで結構やってたんですよ、あ、そうなんですか、長いですよ、だから、じゃあ同い年ぐらいとかですか、いや、もうちょっと上だね、そうですね、55になるから、俺ら結構じじいだけど、そう、いい、あんまりそうね、あの人たちの方が近いんじゃない、本当に分かんないからね、
俺らのことも分かる。年上だし。分かります。アニバラギーにいる。あのどこにいるか分かんないですけど。お名前は。いや名前だよ。名前とかは。名前とかはどこにいるか分かんない。お名前とかは。ね。あ、そう。で僕はキャビンの島中です。はい。今年は、この間大阪さんで大阪桃子ちゃんで、ね、ありがとうございます。うん、今年は女子ツアーばっかり行ってて、うん、あとは内田ことこちゃん、あとこの後山地さんとか、山地明ちゃんとか宮田なるはちゃんとかやっていきます。そんな感じです。そんな感じで、はい、はい、じゃあ、じゃあ島ちゃんで。しまちゃん、しまちゃんって言ってくれました。みんなしまちゃん。ええー、そうなんですか。うん、じゃあしまちゃん。これを機に。はい、これを機に。しまちゃん。しまちゃん。しまちゃん。みんなで笑っちゃった。ちゃんと可愛くねえし。しまなこさんでいいですか。いや、これさ、多分年離れすぎて言いづらいんですよ。あ、確かにね。ね、だからももちゃんとかはもうちょっと上になるから、うんうんうん、言いやすいかもしれない。確かにね。俺らちょっと離れすぎて。そう。近づいてこうですから。僕は新岡です。はい、新岡さんね。新岡です、はい、で、三浦桃子プロと、うん、岩田博士プロのキャリーをしてます。はい、よろしくお願いします。お願いします。俺は、サブちゃん。え、あ、名前ですね。龍三郎さんっていうんですよ。龍さんとかサブちゃんって呼ばれてますか。リュウさん。私は逆にリュウザブロウさんしか知らなかったです。そう、ずっと言ってましたよね。言ってた、みーちゃん。じゃあもう多分絶対一回噛むと思うけど、リュウザブロウさんで噛まないように言ってました。リュウザブロウさん。ちょっと飲んだら変わったら欲しいな。さっきのどこ行ったんですか。僕らに気ぃ使わないで、もう何でも質問してもらって、はい、そう、もう何しても怒らないんで、はい、そう、何しても怒らないんで、俺ら、うん、そういうシステムになって、そうなんですか。いや、もうとにかく楽しく、ね、そうそうそう、真面目な話は一切、そう、もう本当に怒られるから、逆に真面目なのがこれだもんね。全部ピーピーだから。あ、そう、それだけ聞いてきました。はい。下ネタ話です。全部ピーピー入るよって話。そう、まあ、本当に、だからこれまあ、これと喋ってると、あれがね、本当に、これとあれだね。本当に、気をつけて。気をつけて。映っちゃうから、ね。ああ、下ネタとかも。すんげえ。本当くだらないからさ。本当古い下ネタだから。気がつかないから。新しいのもやってるじゃないですか。しかも、あんた、初心者。ね、何で初心者。チャンスはやってるからって。もう。早い、早い。食べますよ。お酒は全然いける。いや、少し。少し。うん、ああ、いいね。いけるやね。これはいけるやつだもんね。いけるやつ。いや、多分でも、みーちゃん強いと思います。あ、そう。うん。顔色変わらないタイプ。ねえ、ねえ、ねえ。え、で、量は結構飲めるんです。あれ、そう、毎日飲む？飲まないです。あ、私も飲まない。飲まない。あの、人とご飯食べるときに飲むぐらい。お付き合いで。お付き合いで、はい。ぐらいです。飲まないです。試合中も飲まない。飲まない。トレーニングするじゃないですか。やっぱそう、ね、そう、女子プロだったらそれでなんか分解されるっていうじゃないですか。で、めんどくさがりだから、うん、その分もう一回やんなきゃいけないって思うのが嫌で、すげえ、なるほど、ね、いや、違うんだよ。いや、ね、人種が違うんだよ。ね、思う。なんで俺さ、あ、みんな、みんな、いや、もう、俺らは人だけど、もう、お前、こうかけるよ。お前、これぶら下がれよ、もう。こうなんです。カニなのに。確かにこうなんよね。こうじゃなくてね。それでは2人はめずっと前から仲良い。ずっと前じゃないですよ。うん、仲良くなったのは最近よね。最近です。最近、あ、最近なの。いや、きっかけはいろいろあって。何やろう。でも多分2年前ぐらいですね。2年経ってはないですよ。どれ、源ちゃん、それかお姉ちゃん。いや、源ちゃん、源ちゃんですよね。並木さんの源ちゃんでの撮影だった、うん、私はその日何もなかったです。そう、私が源ちゃんとコラボしよう、うん、はい、時松さんとコラボしようってなって、うん、ゴルフ場行ったら、うん、なぜかみーちゃんいて、私はなぜか呼ばれたんですね。呼ばれてたの。本当にハーフゴルフしただけです。源ちゃんに呼ばれてたのよね。でも出ないのに。出ないのに。出ないのに。え、すごくない。出ないのに。どっから群馬県。その時は千葉、ね、千葉のゴルフ場にね。なるほど、どうしちゃう。はい。でもなんか慣れというか。そう。で、そこで出会ったんですけど、私一方的に知ってて、でなぜかというと、
私が通ってた美容室でやってもらってた美容師さん、美容師さんがいるんですけど、それがなんとみーちゃんのお姉ちゃんだったんです。すごいね。偶然出るんです。すごいね。お姉ちゃん美容師。美容師です。でずっとやってもらってて、で私がゴルフ業界いたんで、お姉さんに話してたら、私の妹がプロゴルファーですとはずっと言われてたんですよ。でも会ったことなくて、ほんじゃ源ちゃんの撮影の時にいて、あ、これこの子やと思って。ちょっと早いね。出た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 。これやばくないじゃん。出ちゃう。この子やと思って。関西だから。これ。そうです。そうなんだけど。で、待ってみて、やっぱ似てるわけ、こうやって顔見ると。いや、似てはないですね。あ、似てない。でも名前が知ってたから、ピンと来て、そっから。これね、いつもね。こうちょっと髪カラーとかいつもこうちょっとやってんのを見てて、あのすごいあのおしゃれだなと思って、ね、やっぱそういう家系なんだね。そう、うん、で多分そうやって、でお姉ちゃんのとこに、はい、お姉ちゃんのとこに行ってるんですよ、うん、はい、しかもね、これわざわざこう来てくれて、うん、今日なんか群馬から来てくれたんですよ、うん、本当に群馬から、群馬から、はい、群馬も広いじゃん。群馬はどこですか。群馬市内です、一番下じゃあほぼ埼玉の。いや、もう埼玉です。何市なの。館林市もう、はい、もう東京だよ。埼玉って潰れてんじゃん。すぐじゃん。いや、もうこうしたら東京。こうしたら東京でしょ。こうしたら東京で。そういうことじゃねえ。あ、でも近い方のあれだよ。近い方ですね。そうなんです。で、明日、え、明日行くの。はい、明日からなんで。お姉ちゃんのところに。お姉ちゃんのところに。お姉ちゃんのところに。どうすんの。明日から行くってどういうこと。何日間も。明日からって明日行くの。明日から。明日から。ごめん、おじさん、ごめん。明日から話進まなくない。明日から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 。はい。でも、いつも髪の色を変えてる。そう。そうそう。内側の色が変わるかどうか。そうそうそう。内側の髪は切らない。髪は切らない。見せてあげてよ、ここ。内側が抜けてるんで。ほらほらほら。おシャンティーな。だからこうした時にここがある。そうですそうです。ちょっと待って、今ねこの人も髪の毛染めるの結構やってるから憧れちゃうから。ここだけなんかプカッてやると茶色、黄色なんですよ。じゃあ今はやってないんだけどね。竹君やってないけど、どこ目指してるのか聞いた方がいいと思う。キムタクなんじゃない。あ、俺タクヤ君は意識してない。タクヤ君はキムタクヤで憧れてるから同じ色にずっとすんの。え、これです。同級生だもんね。うん。我らの星だもんね。そうですよ。7、8年前ね、キャリーお願いしたことあったの。え、ないです。ちなみに、なんでやりたかったんですか。すっごい多分やらしい話だったね。伊藤園好きじゃない。伊藤園やらしい。そう、やらしくはないよね、やっぱね。でも、じゃん。それで、来年日でどうやって。